こんにちは。私は青蘭義塾英語講師の島田と申します。よろしくお願いします。本日はですね、英語の中でも、妄想に関してちょっと話をしようかなと。で、我々がやっている時制っていうのは、例えば現在形とかあるじゃないですか、過去形とかね。でもそれ以上に妄想をしていることが圧倒的に多くて、で、妄想っていきなりね、なんだっていう話ですよ。妄想っていうのは頭の中にふーんって出てくるようなもので、結局これ仮定法なんですよね。でもうすでに学習されてるかもしれないですけど、仮定法過去とか仮定法過去完了とかっていうなんか名前がついてまして、いつの話とかってなることが多くてですね。なのでそこの仮定法過去に関して今回はお話をしようかなと思ってます。で、じゃあ実際にどういう時制なのかっていうのをちょっと見てほしいんですけど、まず時間軸っていうのがあって、で現在形と過去形って、これは多分見たような形だと思うんですけど、でじゃあ私は今どこにいるかって言ったら、これがここなんですよね。ここにいまして、で今うわ500円がない、ホットドッグが食べれないとかっていう状態なわけです。でその時に頭の中では何が起こるかって言ったら、ボーってきて、ホットドッグ食いてえなあるいは500円あったらなとかっていう味になるわけです。でホットドッグはよく今買ってないですね。これはホットドッグではないような気がするんですけど、ホットドッグとしましょう。で要するに自分の頭の中の欲望ですよね。モクモクモクと出てくる。で要するにここって実は上の方が現実世界だとしたら、下の方はいわゆる妄想であって、でこれが非現実の世界なんですね。でここからめちゃめちゃ大事なことで、で今私はここにいます。で現在です。で現在から例えば昔を見た時に距離的にちょっと遠いよねって。で、そういう場合に、これ、過去形使うんですよね。もう距離的に遠いな。時間的な距離的に遠いな。この時に過去を使います。じゃあ、今度は、今の現在から、要は現実から離れているっていう状態。現実から離れているから遠いっていうイメージが出るじゃないですか。そしたら、それが、同じように過去形で使うってことです。でここの時間が要するに非現実世界のところが仮定法過去っていう形で書くっていうことです。なので遠かったら結局過去を使うんだなって。で、もう最後に、今ここにいます。で私の前に天皇陛下が現れましたってなったら、おおすごいとかって、ね、なんか恐れ多いじゃないですか。そしたらやっぱり言葉遣いは丁寧になるわけですよ。でそしたらここって人として距離がある、まだでも陛下ちゃんとか言わないじゃないですか絶対に。そしたらそこはやっぱり丁寧に接すると、だから距離があるじゃないですか、人として。なのでここも結局過去になるわけです。でこれは婉曲表現と言われるやつなんですけど、例えばWill you 何々何々って何々してくれませんかっていう表現があります。でこれをもっと丁寧に言った場合に、いや宇宙のめのめのってなります。でここってウッドですよね、過去の形使ってますよね。だからこれって要は人との距離があるってことなんです。だから顔形使うんです。だから女の子と仲良くなってね、Will you って近づいてきたら、あなたはそのことをうまくいくかもしれないっていうことなんですね。それは、ね、最後なんですけど、だから今仮定法過去をやりましたってなったら、仮定法過去完了っていうのは結局どういうことかって言ったら、過去からまたこっちに行って距離があるから過去完了の形を使う。そしたら同じように妄想の世界に入っていく、つまり現実が遠ざかっていけば結局これも過去完了を使うってことです。だから仮定法過去完了っていうのはここのことです。っていう話なんですね。今日は妄想の世界をお話しましたけど、特にここをですね、これを踏まえて女の子にアプローチしてみてください。
以上です。